That's ridiculous. Hey, what's going on, everyone? 友達の馬鹿げた言動に対して呆れた感じで、くだらない、ありえないと言いたい場合、silly や stupid を使って表現している人は多いかと思いますが、アメリカ人はその他にも ridiculous という表現を頻繁に使っていることはご存知ですか？今日の動画レッスンでは ridiculous の意味と用法を2つ紹介したいと思います。ridiculous は相手が何か途方もないことを言い出した時や、あまりにもくだらなすぎてつい笑ってしまうようなバカバカしい言動を取るときに使われる表現で、あざけりや冷笑のニュアンスが含まれます。その他にも非常識な提案をした時や理不尽なことを言う人に対して That's ridiculous と言います。一般的には友達との冗談としてくだらないの意味合いとして使われますが、本気でバカバカしいと怒る状況でも使われます。それでは例文を3つ聞いて練習しましょう。You should have seen his party stunt. It was ridiculous. 彼の一発芸は見るべきだったね。ありえないぐらいくだらなくて笑っちゃったよ。What are you wearing? That's a ridiculous outfit. 何着てんの？その服装おかしいよ。Are you out of your mind? You're being ridiculous. 頭おかしいんじゃないの？ふざけないで。次は、That's ridiculous. この表現は、普通に考えたらありえないようなことが起きた時や、聞いた時に使われる定番フレーズで、信じられない、ありえない、または、アホらしいを意味します。先ほど解説したように、非常識で理不尽な話を聞いた状況でもよく使われ、あっけに取られた気持ちが込められています。それでは例文を3つ聞いて練習しましょう。He wants you to pay him back? That's ridiculous. What is he thinking? お金を返してくれって要求してきたの？ありえない。あいつ何考えてんの？ This painting is $10,000? That's ridiculous.この絵が1万ドルもするの？ありえない。You made a reservation and you had to wait over an hour to get seated? That's ridiculous. 予約したのに1時間以上も待たされたの？信じられない。今日は ridiculous の使い方を2つ紹介しました。1つ目はあまりにもくだらなすぎてつい笑ってしまうようなバカバカしさ。もう1つは非常識で理不尽なことに対して That's ridiculous とちょっと本気で怒るような状況で使われます。アメリカ人は日常会話でよく使う単語の一つなので、皆さんも今日の単語をぜひ覚えてください。今日の解説と例文はすべてブログに掲載していますので、内容をもう一度見直したい方は下のリンクをクリックしてください。 To become a better speaker, sometimes you just have to do ridiculous things and make ridiculous mistakesI mean, those are the ones you never forget and learn from. Thanks for watching today, guys. I'll catch you again next time. Take it easy. Peace.